デビッド・フレッチャー・クーパーはアメリカ合衆国カリフォルニア州ストックトン出身のプロ野球選手。左投げ左だ。大学時代はカリフォルニア州立大学、フラトンコーで1年間、カリフォルニア大学で2年間プレーした。2008年のドラフト1巡目でトロントブルージェイズから指名され150万ドルの契約金で入団。同年は A-9 オーバーンダブルデイズからスタートし、最終的に A 級のダニー・デン・ブルージェイズまで昇格した。しかし、2009年と2010年は A 級ニューハンプシャー・フィッシャー・キャッツで平凡な成績に終わった。2011年は AA 級ラスベガス・フィフティワンズで開幕から好成績を残し、4月29日にメジャー昇格を果たした。 2013年3月13日に放出された。2013年8月13日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。8月31日に FA となった。オフの12月9日にインディアンスと契約した。2014年3月2日にジャスティン・セラーズの加入に伴いリーフとなり、3月4日にトリプル A 級コロンバス・クリッパーズへ降格した。 オフに FA となった。2015年3月25日に独立リーグであるアトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズと契約を結んだ。ありがとうございます。